こんにちは。これぞ自慢の名古屋飯、駅弁ひつまぶし弁当というわけで、これ名古屋駅で買ってまいりました。ちょっとお高い1250円、まあ駅弁って大体1000円ぐらいでちょっとお高めなんですけどね。本日ね、名古屋に行ってきました。今ちょうど帰ってきたところですね。今ね9時20分、お昼頃行って、このぐらいに帰ってきたと。なので、名古屋でね、こんなお弁当見たらもうお弁当動画撮るしかないじゃないですか。なので買ってまいりましたよ。いやー、これをねリュックに入れてね、持って帰ってくるの結構大変でした。もしかしたらリュックに入れてきた関係上寄ってしまっているかもしれませんが、どうでしょうか。ひつまぶし弁当お召し上がり方とここに書いてあります。味の変化を楽しめるのがひつまぶしの魅力です。まずはそのままお召し上がりください。次に天ぷらふりかけわさび山椒を混ぜて、また違った風味になります。どんな食べ方でも味には自信があります。お好みの食べ方でお召し上がりくださいと。いやー、お茶をねかけたりするわけではないんですね。まあ駅弁ですからね、この新幹線の中で食べるものなんでね。これどうやってここから開くのかね、全然わかんない。ここですね。いやー、せーの、ほーい、おー立派、超立派。なんか土台に仕掛けがあって温まるとかそういうのないね。ないね。ないですね。これちゃんと駅弁なんでね、これが入ってないと新幹線乗った時に食べれないよーってなってしまいますからね。では開けてみましょうか。これを一度取り外す手でいきます。おー、もうこれなんか取れましたよ。そしていきます。こう見て、ちょっとほら味噌だるみたいな感じだよ。なんかやってれば味噌ですからね。あのね、エビフリアと味噌カツっていうお弁当もあって、どっちにしようか迷ったんですが、まあちょっとなんか容器がね可愛らしかったんでこれにしてみました。よし、おー、こんな感じなんだね。こんな感じ。いやー、山椒ですね。山椒とお茶ふりかけ、すりごま入り。お茶をねやっぱ電車の中で入れるのは厳しいんで、お茶ふりかけっていうことなんでしょうね。で、生おろしわさびと失礼しました。これノーカットですか。ノーカット動画ですからね、毎回お弁当シリーズはね。そしてね、お茶もあります。お茶こんなの、東海道お茶自慢こだわりの名茶ブレンド、静岡茶 70%、 伊勢茶 20%、 西尾茶 10% と、これもね、ありがとう50周年アニバーサリー東海道新幹線のねお茶でございます。これを飲んでみたいと思います。まずこれお茶からいきます。もう汗かいちゃって、今帰ってきたとこですから。うん、美味しい。ではまずはそのままいただきます。まずはそのまま。これ結構量が少なめで女性なんか嬉しいかもしれませんね。お弁当って量が多いともう手に負えなくなりますからね。行くときはね、50周年のね、駅弁みたいの新幹線の中で食べていきましたね。いやー、すごいわ、新幹線。今日光だったかな、のぞみだったかな、乗って行ったんですけど、1時間半で着くもんね、東京から名古屋まで。で、1時間半で帰ってきちゃう。もうちょっと、なんだろう、ちょっと遠くビッグサイトとか国際展示場とか行くより多分楽だもん。名古屋の方がずっと座って着いちゃうから。いただきます。うん、うん、これはね、なんぼ言うても、うなぎですよ。これ、もちろん本物のうなぎだよね、ほら。使用したうなぎのかば焼きは、愛知三河一色産のうなぎっていうのかな、を用いられて作られております。国産うなぎですよ。もううなぎはね、このままワシントン条約みたくさ、絶滅危惧種になって取れなくなるなんて噂も、ちらほら聞きますからね。うなぎを食べる人種が日本人ぐらいっていう、まあ今いろんな国も食べてるか、まあ、ありますけどね。これはね、贅沢ですよ、駅弁で。まあでも他におかずとかがやっぱつけらんないんでしょうね、うなぎがお高いのでね。うん、うん、うなぎ好きですかね。私はうなぎがやっぱね好きですね。まあ日本人でうなぎが嫌いって方も珍しいかな。土用の丑の日以外でももちろんね、きっかけがあれば食べますけど、でもなかなかねスーパー行ってもこんなんがね2、3000円するんで、ポンポン食べれるものではないですよね。あとね、やっぱお弁当なんで冷たくなってもいいっていうのも含め、味は濃いめですね、後から食べれるように。うん、行きで食べたね新幹線50周年記念弁当はね、電車の中だったから全部は撮れなかったけど、ちょびちょび撮った動画があるんでね、それもまた出そうと思います。今日はね仕事で名古屋まで来ました。撮影ですね、某撮影をしてきました。まあそれの公開も近いうちあるんで。で、なんとですよ、多分まあこのお弁当動画すぐ出すと思うんで、先にネタバレチックなことで言うと、ついにめぐみさんコスプレをしてきました、その動画でね。なので楽しみにしててくれればと思います。今日の撮影はね本当面白かった。もう一日今日幸せだった。楽しすぎてもうやばかったね。こんな楽しいなんか撮影でいいんだろうかっていうぐらい楽しかった。まあめぐみさんのコスプレを見てね、なるべく皆さん、ひどいこと言わないでください。何を言ってんだ、私は。コスプレはね、5年、
以上前かな、もっとか8年ぐらい前かな、多分に辞めましたね。それまでやってました。ちょびちょびですけどね。まあ、あのウームのプロフィールのところにちょこちょこ載せたんですけど、あのウィリカルなのかとかね、エヴァンゲリオンのキャラとか、ファイナミとかね、やってましたね。もう今は全然やってない感じですけど、でもね、今日コスプレしたんですけど、それでやっぱ分かった、コスプレは楽しい、めっちゃ楽しい。なんかやっぱあれはいいよね、すごい楽しい、気分が楽しくなる。やっぱどうせね、生きるならさ、生きるっていうか、まあ仕事するのもそうだし、どうせ生きていくなら幸せな方がいいじゃないですか楽しい方がいいじゃないですか、幸せに生きたいじゃないですか、ね、そういうのにやっぱね、すごくいいコスプレはね、近い、幸せ感が半端ない、楽しい感半端ない。いただきますか。こういうことだよね、多分ね。じゃあこの次は山椒、まあうなぎですからね、山椒かけましょう。山椒めぐみさん好きですけど、ピリピリが、ピリピリ感がすごい好きなの。山椒の効いてる麻婆豆腐とか超好き。まあ若干ね、このうなぎはやっぱりお弁当用なのか、ちょっとね歯応えは残念まあお弁当用ですからね、それはしゃあない。お茶ふりかけ、まあひつまぶしっていうのはもともとね、お茶を入れて最後お茶漬けにするような感じになるんで、まあ電車の中でお茶を入れるのが困難であるがために、こうお茶ふりかけをね、こうふんだんにかけるわけです。これ水盛るかな、盛らないかな、不安だな。これかけてみます。まあそれらファイナルだな。お茶ふりかけをかけて、ではちょっといただきます。山椒とね、お茶ふりかけでちょっとパープしました。うんうん、この味非常に美味しい。やっぱり山椒が効くとうなぎっていうのは映えますね。普通にうなぎが泳いでるのは山椒かけることによってドゥワー泳ぐ、うわー泳ぎ出す感じ、口の中ね、非常に美味しい。生わさびもいっときますか。あんまこれかけすぎると変なことになるっていうので、ちょこっとね。わさびといえば、この前私旅行動画見てくださったら分かると思います。あの伊豆に行きましたね、下田なんですけど、この生わさびの名産地でして、すごく美味しかったですね。生わさびっていうのはね、あんま辛くないですよね。このわさびって多分辛いんですけど、これはなんで辛いかっていうと、これ西洋わさびなんですよね。だから日本の和わさび、本当の生わさびってあんまり辛くない、そんなに。わさびソフト、アイスクリームとかもありました。じゃあわさびべっとりついてます、いきます。うん、あーなるほど、なるほど、悪くない、美味しい。あのね、このお茶ふりかけと非常に生わさびがマッチングしますね。なんか結局このお茶ふりかけをかけることによって、もうこのわさび全部使っちゃうレベルですね。すごい気に入りました。お茶ふりかけをかけることによって、ちょっと味がね、お菓子みたくなるじゃないですか、ふりかけって。お菓子っていうか、ちょっとお菓子感出るじゃないですか、甘いし。だけどそこにこのわさびが入ることによって急に大人の世界になりますね。うん、これはあり、わさび超あり。これね、ふりかけをかけた後にわさびが超おすすめ。お茶ふりかけをかけることによってちょっとふりかけ感がね出るけど、わさびをかけることによって大人の味になる。これはいい、おいしい。まあめぐみさんがね、こういう火薬ご飯が好きだというのはもう皆さんで、ね、ご存知の通りなんですけどね。うん、あーツーンとくる、西洋わさび切っちゃ、ここ見れば載ってます。西洋わさびと本わさびです、これ両方使ってます。よく見てくれればわかるんですよ、西洋わさびはほんとツンツンするんですよ。で、わさびもこういうチューブではなく、ほんとすいたてはそんなにツンツンしない。向こうでいずれね、わさび丼とかね、そんなものもあって、要は丼にわさびかかってそれで食べる。あとお寿司屋さんなんか行くとたまにあるんですけど、わさび巻き、あのかんぴょう巻きとかあるでしょ、あれのかんぴょうのところにわさびを入れて巻いただけっていうわさび巻きっていうのがあって、結構美味しいんですよ。これやっぱね、わさびが美味しくないとできない。でこれちょっと西洋わさびだからツンツンします。まあそれはそれですよ、駅弁ですから。うん、うーん、このツンツンする、ロンギツネや。
と弱ったな、今日の撮影動画っていいですよね。動画を撮影してる時が一番幸せ。今もそうだけど、この喋ってるのは、まあ編集とかしてね、その上でみんなとコミュニケーションを取るのも最高だけど、さあ動画っていいっすよね。ちょっとお茶入れてみます。これ漏れっかな、漏れそうなんですよね。いや絶対漏れるわ、絶対漏れるんでやめます。これ 100% ここに隙間できてるんで漏れちゃうんで、これデスクの上なんでやめておきます。いい名古屋、いいほんとね。まあ新幹線代がね、往復2万円、片道1万円なんでかかるんですけど、それを見なかったことにすればわずか1時間20分ぐらいで着くんで、1時間半、もう1時間半なんてさ、 PSP とかなんか持ってゲームしてりゃすぐですよ。あれもう着いたのみたいな、半端ないよ。よかった、すごいね。それで新幹線揺れないの、全然揺れない。もう正直ロマンスカーの方が揺れるわ、ビビるわ。日本の技術、海外のさ、フランスの TGV とか結構乗ってるんですよ。要はだって新幹線って乗ったの多分5年前とかなんですよ。だから今日5年ぶりとかに乗って、その間に TGV とか、そういう海外の新幹線、ドイツの新幹線とかフランスの TGV とか、そういうの乗ってるんだけど、5年ぶりに乗ってみると圧倒的だわ。新幹線の技術やばいね。あの揺れのなさといい、早すぎるからやっぱ気を使って、耳はねキンとすることがあるんだけど、えってもこんな揺れてないのに耳がキンとして、そんなにすぐ揺れてんだって思ってびっくりした。やばいね。私がね多分最後に新幹線乗ったのはあれだと思うんですよ。まあちょっと記憶違いあるかもしれませんが、京都に行きました昔。それもね面白くて、なんで行ったかっていうと、軽音やってたじゃないですか、アニメ日記かな、確か軽音の日記かなんかで修学旅行に行く話があるんですよ。で京都にゆいちゃんたちが行くっていう話がありました。猿とか見たり清水寺とか、ゆいちゃんたちが行くんですよ。でそのアニメを見てすげえ感化されて、その日のうちにチケット取って次の日ぐらいに確か京都行ったんですよ。で京都タワー、駅前の京都タワー見て大混だーってりっちゃんと同じこと言ったりして面白かった。それがね覚えてる中の新幹線最後なんで、多分5年とか前ですよね。久しぶりに乗った、すごい。そんなわけでね、めぐちゃんのコスプレ動画お楽しみにしていてください。いい動画に仕上がっていると思います。駅弁これぞな、これぞ自慢の名古屋、ごめんなさい、駅弁これぞ自慢の名古屋飯、ひつまぶし弁当、創業これなんだろうな、創業読めない、これ読めます、達筆すぎて読めない、なんとか11年、達筆すぎ611年、あーもうちょっとわかんないわ。老舗の味、松浦商店のひつまぶし駅弁でした。こんな紹介でした。香ばしく焼き上げたうなぎがたっぷり、贅沢な一品ができましたと。こちらはめぐみさん新幹線に乗るところですね、名古屋駅の新幹線に乗るところで購入して、まあ、新幹線の中で大体食べる感じなんですね。わかりました、先ほどの感じ。創業大正11年ですね、大正です、大正達筆ですね、大正が、大正11年、松浦商店の駅弁ひつまぶしの紹介でした。楽しんでいただけてると嬉しいです。また会いましょう、バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう、バイバーイ。